リン脂質は構造中にリン酸エステル V を持つ脂質の総称。両芯倍性を持ち脂質二重層を形成して糖脂質やコレステロールとともに細胞膜の主要な構成成分となるほか生体内でのシグナル伝達にも関わる。リン脂質の一種ホスファチジルコリンの構造式。二つの脂肪酸グリセリンリン酸コリンが複合した構造を持つ。 一般的な臨質は、グリセリンやスフィンゴシンを中心骨格として、脂肪酸とリン酸が結合し、さらにリン酸にアルコールがエステル結合した構造を持つ。アルコールには通常何らかの形で窒素が含まれる。脂肪酸やアルコールには、様々な分子種があるため、組み合わせによって極めて多くの種類が存在する。リン酸は酸化の酸であるため、 三つのヒドロキシル元のうち二箇所が骨格並びにアルコールとエステル結合を形成しても残り一箇所は電離してアニオンが生じる構造中に素水性の脂肪酸エステル部位と浸水性のリン酸アニオン部位が共存するためにリン脂質は海面活性剤のような両親媒性を示し水中では外側に浸水成分を向けて素水成分同士が集まることで ベシクル状の安定な脂質二重層を形成する。グリセリンリン脂質は大きく分けて、グリセリンを骨格とするグリセロリン脂質とスフィンゴシンを骨格とするスフィンゴリン脂質の二つが存在する。グリセリンの C1、C2 に脂肪酸が、C3 にリン酸がそれぞれエステル結合した分子を、ホスファチジン酸、ホスファチジン酸から、 C2 の脂肪酸が外れた分子をリゾホスファチジン酸という。C1 には飽和脂肪酸が、C2 には不飽和脂肪酸が結合している場合が多い。古細菌の細胞膜では脂肪酸がエステル結合でなくエーテル結合をしたエーテル型脂質も存在している。アルコールの種類としてはコリンエタノールアミニノシトールセリングリセリンなどを取り得る。 スフィンゴシンスフィンゴシンは、パルミチン酸とセリンから合成される物質で、グリセリンの C2 のヒドロキシ元が網の下で置き換わり、さらに C1 位に調査アルキル元が結合した構造を持つ。このため、C2 位は脂肪酸と網戸結合を形成する。スフィンゴリン脂質としては、スフィンゴミエリンが知られる。グリセロリン脂質では、まずアルコールがキナーゼとアデノシン酸リン酸によって、 リン酸エステル化される。次に七人にリン酸と反応し、活性アルコールとなる。これが一二次グリセリドと反応することによって、グリセロリン脂質が生成する。ホスファチジルセリンは、ホスファチジルエタノールアミンのメチル化によっても生じる。スフィンゴリン脂質は、以前は、スフィンゴシンの網のもが、アセチル COA によって、アセチル化されて、セラミドが生じ、次に、 ヒドロキシル元が c t p によって活性化されたコリンと反応してスフィンゴミエリンが生成するものと考えられていた。しかし現在では中間性生成物としてスフィンゴシンを経由しない経路が提唱されている。リン脂質は自己組織化によって脂質二重層を形成し細胞膜の主要な構成要素となるほか細胞膜内外の物質移動に用いられる。 小さな脂質ベシクルを形成する。脂質二重層は浸透性があり、柔軟で流体のような特性を持つため、中のリン脂質やタンパク質は面内方向に比較的自由に動くことができる。また、リン脂質がホスホリパーゼ A2 などの酵素によって分解されて、生じるホスファチジン酸やリゾホスファチジン酸、あるいはアラキドン酸などの各種脂肪酸は、シグナル伝達において、 重要な役割を担っていることが明らかにされつつある。ありがとうございます。